じゃあ前回の続きからやっていきます。みんなちゃんとノート取れよ。うわ、すいません。石川、またお前遅刻か。 JR 遅れてました。あ、それは大変ご迷惑をおかけいたしました。ってなんで先生が謝るんだよ。これは遅延症です。あ、いや、あれ、これ豊橋駅のだぞ。学校の最寄りは愛知水戸だろ。あ、いや、いつも歩いてくるんですよ。10分の遅延でこんな時間になるはずないだろ。どっかでお前遊んでただろ。遊んでないっすよ。ほう、先生が愛勤の時はな、いつも遅延症をストックしてる学生がいたんだよ。これあれば先生騙せるんでって言ってな。え、まだ知り合いが JR で働いてるから、石川がいつもらったのか聞いてみようか。いや、ゲーセン行ってました。やっぱりな、バレバレだよ。すいません。ああ、お前のせいで授業が5分15秒遅延してしまいました。遅延証明書の発行をお願いします。それじゃあ皆さん、明日の全校集会ですが、校長先生のお話がありますので遅れないようにお願いします。校長の話って長いよな。ああ、マジで長え。ちょっと待って、いいこと考えた。お、さすが生徒会長、ひらめいちゃった。駅員さん、ちょっといいですか。はい、どうされました。たくあん高校の生徒会長をやっています。あ、どうも。明日の全校集会で校長の話があるんですが。あれ長いですよね。そうなんです。それで全校生徒全員でサボれないかなと思っていて。おお、面白いですね。そこでここに全校生徒350人分の署名があります。いや、そんなこと言われても僕らは何もできないですよ。あれをください。まさか。はい、お待たせしました。こちら遅延証明書350枚です。ありがとうございます。ぜひ文化祭に遊びに来てください。はい、皆さんもおはよう。あれ、こんなものが届いております。これは一本取られましたな。おはよう、出席取っていきます。はい、阿部、またあいつは遅刻か。まったくしょうがねえやつだな。今村。あ、今村はお前すごいな。もう今日まで一日も休んでないぞ。明日もちゃんと来たらお前解禁症だからな、頑張れよ。あ、はい。藤岡。ちょっとマジでやばい。え、なんで、なんでアラームなんなかったの。わけわかんねえんだけど。ちょっとマジで急がないと遅刻しちゃう。行ってきます。よっしゃ、じゃあガチャ引くぜ。来い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 、スーパーレア来い来い、スーパーレア来い。なんで最後の最後にこんなことに。やばい、もう間に合わない。あれ、あれ、うちのクラスの今村じゃね。あんなとこで何やってんだ。3年間休まず通ったのに、最後の最後に。なんでだよ。今村、何やってんの。え、ああ、阿部、いや、寝坊しちゃってさ。いや、寝坊じゃねえだろ、学校って昼からだろ。いや、朝の8時からだよ。あ、そうなんだ。まあ、どっちでもいいけど。じゃあ行くね。あ、そうだ、いいもんやろうか。え、何、タバコとかはいらないからな。これ、遅延症。え、いつもだよそれ。俺遅刻の常習犯じゃん。だから遅延症ストックしてんだよ。これなら高血になるからよ、持ってけよ。阿部、ありがとう。今度アイスな。はい、それじゃあ宿題集めてください、お願いします。はい、後ろの人前に集めてください。おい、今村、お前どうした、遅刻だぞ。いや、電車が遅れてて。これお願いします。ああ、そうか、ご苦労様。阿部サンキュー。